通算200勝、通算250セーブ、通算2000本安打という輝かしい実績を残した本物のスター選手のみが入会を許される日本プロ野球名球会。選手にとってはこの上ない名誉です。この名球会の発起人こそ通算400勝投手、金田正一氏でした。しかし、正真正銘のレジェンドである金田が名球会を私物化したとして、同じく正真正銘のレジェンド王貞治氏が立ち上がり、名球会大分裂構想が勃発します。そのあたりを掘り下げていきます。史上最高の投手。現役時代の金田の武器は184センチの長身から投げ下ろすキレのあるストレートと縦に割れるカーブで、いずれのボールも対戦したバッターが史上最高と口を揃えます。手にしたタイトルは沢村賞3度、最多勝3度、最多奪三振10度、最優秀防御率3度など、1969年に引退するまでプロ20年間で400勝298敗、完投365試合、4490奪三振、投球回5526回3分の2という異次元の記録を達成しています。ちなみに打者としても36本塁打という成績を残しています。そんな伝説の投手金田の野球人生の始まりは破天荒でした。よく喧嘩をしていた相手にそのスタミナを見込まれ、高校1年生の時に野球の強豪校愛知県共栄商業高校に転校し野球部に入部。指導した監督から徹底した走り込みを教えられ、後に原点と語るスタミナと体作りを学びます。金田はコントロールに難があったものの、端々に見せる伸びのあるストレートと鋭い縦のカーブを武器にエースとして甲子園制覇を目指します。しかし1950年高校3年の夏、予選で敗退し甲子園の夢は絶たれてしまいます。甲子園の夢が叶わなかった金田は、家庭の経済状況を考えて野球で金を稼ぐと決意し、国鉄スワローズと契約し、そのまま高校を中退して入団してしまうのでした。シーズン途中8月からの登板にもかかわらず、金田は1年目で8勝を挙げます。さらに2年目のシーズンには22勝を挙げ、ノーヒットノーランも達成。課題だった制球難も20代になる頃には克服し、安定した投球内容で毎年20勝以上を積み重ねていきました。1957年にはプロ8年目にして初の最多勝と最優秀防御率のタイトルも獲得し、完全試合も達成します。金田が打ち立てた大記録は、当時弱小球団だったスワローズで成し遂げたことで最大級の評価を得ていました。球界の大エースとなった金田は天皇と呼ばれ、自分の意向で先発日を決め、試合展開によってはリリーフで出て行って勝ち星を拾うこともありました。金田はスワローズ入団2年目から13年連続で20勝を挙げていました。しかし1960年シーズンは終了間際の9月29日時点で19勝しか挙げていませんでした。そんな中迎えた9月30日の中日戦、スワローズは島谷勲投手が先発し、4回の時点で2点をリードしていました。20勝目を挙げるためにも当然自分の出番が巡ってくると思っていた金田は、ブルペンでの投球練習を終えて登板の準備をしていました。しかしベンチは島谷の続投を決めます。その時金田はボールを叩きつけて怒ったと言います。そして島谷がノーアウト三塁のピンチを招いた5回、ついに伝説が生まれます。なんと金田は自らマウンドに向かい島谷を降板させてしまったのです。もちろん宇野光雄監督は投手交代を告げていません。金田はマウンドに向かう途中で審判に、わし投げるからと声をかけていったのです。結局そのままマウンドに上がった金田は5回のピンチを抑えると、そのまま試合を投げ切りシーズン20勝目を獲得したのでした。ちなみにその試合で先発していた島谷はプロ野球生活で1勝も挙げることなく引退しました。今では考えられない監督への抗議行動ですが、この金田の強引さもその類稀な実績から野球に対する熱い情熱の表れと当時は美談にされていました。しかし引退後にその強引さが構想勃発の引き金となるのでした。長嶋と王の尽力。
1969年シーズン限りで現役を引退した金田は、ロッテの監督を経て名球会創設の発起人となりました。裾野を広げることと社会の恵まれない方々への還元を目的に創設された名球会の会員は当初投手8名、野手10名でした。その中に長嶋茂雄氏や当時はまだ現役だった王貞治氏がいました。長嶋がプロデビュー戦で金田に4打席4三振に切って取られた話はあまりにも有名ですが、実は王のプロ初対戦の投手も金田でした。金田は7番一塁でプロデビューを果たした王に第1打席は空振り三振、第2打席は歩かせたものの、第3打席は3球三振とプロの洗礼を浴びせたのでした。長嶋にとっても王にとっても金田はプロの壁であり、後に代打者となるための礎だったのです。また金田は巨人移籍後には V9 達成に大きく貢献し、長嶋と王とは盟友でもありました。だからこそ長嶋や王は金田へのリスペクトも込めて名球会の旗揚げの中心人物的な存在となったのです。長嶋はメジャーリーグと違って日本のプロ野球界はしがらみがついて回る。各球団にある OB 会はどうしても年功序列になってしまう。球団の枠を外し12球団を横断する派閥のない新たな組織が欲しいんだ。プロ野球に大きく貢献した選手たちが12球団一体になって球界を改革していく、そんな斬新な組織だという言葉を残しています。しかし球界 OB は ON がいなかったら成功しなかった、口八丁手八丁で商売上手な金田さんの新たなビジネスかと野球界は背を向けただろう。 ON コンビが顔を揃えたからこそ名球界という品が保たれたと口を揃えていたそうです。ちなみに入会資格がなぜ200勝2000本なのかは、金田が投手はわしの半分でいいだろうと決めたので、打者もそれに数字を合わせたという説もあるそうです。また昭和生まれに限定されているのは大正生まれで金田の先輩にあたる川上哲治氏、別所武彦氏、杉下茂氏らが金田にとって目の上のたんこぶであり、金田にとって邪魔な存在だったためと噂されています。名球会事務所を当初金田の企画会社と同じ場所に置いたのは、当時経済的に貧窮していた金田を少しでも助けてあげたいという長嶋と王の配慮だったそうです。いかに長嶋や王が金田という野球人に敬意を持っていたかがわかるエピソードと言えるでしょう。名誉の私物化。名球会に新しく入会した選手に対しては会長の金田から名球会ブレザーを着せてもらうという名球会ブレザー贈呈式が行われていました。しかしこの儀式が象徴するように金田による団体の私物化が指摘されるようになっていきます。名球会の運営は2009年11月まで金田の個人事務所株式会社金田企画内に名球会事務所が設けられていて、2009年3月頃までは名球会グッズのオンラインショッピングの運営も金田企画が行っており、金田企画が名球会の仕事を請け負う窓口でした。野球教室、グッズ販売などの収入も金田企画に入り、マスターズリーグでは億単位になる選手の総年俸のうち何パーセントかを選手の斡旋料として受け取っており、そのすべての会計が不透明で事実上金田の個人商店だったこともあり、会自体が金田の金稼ぎ組織に過ぎないとの批判も多く、2007年5月には金田が名球会の多大な利益で私腹を肥やしているという記事が週刊誌に掲載されます。名球会は旗揚げ当時に比べ確実に品格が落ちていきました。1995年4月15日、落合博満選手が通算2000安打を達成しましたが、同時に名球会への入会を辞退しました。落合は、任意の団体だから入る自由もあれば、辞退する自由もある。名球会を目指して野球をやってきたわけではない。ゴールはまだ先。と語り、入会資格を満たしながら辞退した初のケースに、球界でも大きな波紋を広げました。落合の名球会拒否に関しては様々な憶測がありましたが、落合がロッテ入団当初に監督だった金田に打撃フォームを批判されたことが発端という見方が最大の理由とされています。落合は、俺は社会人もやってプロ入りしたから何ともなかったが、もし
高校での若い選手があんな偉い人からプロに入っていきなり言われたら潰れるだろうと金田を酷評し、プロ入り2年目には将来たとえ2000本安打とか打てたとしても名球会には入らないと発言しています。落合からすると金田がいる名球会には入りたくないという思いが強かったのでしょう。入団2年目にまだ2000本安打も打てるかどうかもわからない頃に言っていることから、よほどの不仲だったことが想像されます。また名球会は単なる私的仲良しクラブであり、それ以上の存在ではないとの批判も多く、名球会に入会したばかりの選手がハワイで行われる総会へ初参加する際には金田をはじめとする先輩 OB へのビール継ぎなど、いわゆるパシリ行為をやらされ、現役選手の会員でもこれを嫌って名球会行事に出席しないことがあったそうです。また長年にわたって金田の個人事務所と名球会事務局を兼務してきた女性スタッフが定年を理由に解雇されたことがありました。その後釜に据えられたのが金田の知人の女性でした。解雇された女性スタッフは有能で会員から頼りにされていただけに、これで一部会員の不満が爆発したことがありました。こうした名球会の惨状によろしくないと立ち上がったのが名球会の副会長だった王でした。金田のワンマン運営と金銭関係の不透明さに対して王を中心とする会員がクーデターを起こすのです。臨時株主総会が2009年12月3日都内のホテルで開かれ、金田が会長及び取締役から退き、新取締役に巨人 OB の柴田勲氏が選出されました。記者会見に臨んだ柴田は、金田さんからは10月27日付で辞表を受理した、理由は後進に道を譲ると聞いていると円満の政権交代を強調しましたが、金田が辞表を提出するまでには水面下でドロドロの構想があったことは間違いないでしょう。ちなみに解雇された女性スタッフは金田の退任を受けて再び名球会事務局へ戻っています。そして臨時株主総会の10日後の13日に名球会の総会では王の新会長就任が全会一致で承認されました。金田の退陣後、名球会事務所は金田企画社内から東京都中央区京橋のビルに移転し、オンラインショッピングも現在では名球会の直営となっています。臨時総会を欠席した金田は報道陣に囲まれると、臨時株主総会そんなもの関係ない、株式会社なんか関係ない、そんなことは王から聞けと言葉少なに車へ乗り込みました。王は金田に対して直接不正を糾弾し、金田は激怒したそうですが、このことについて王は報道陣には必要最低限のことしか言及していません。また金田と同時に矢沢健一氏、堀内恒雄氏が名球会を脱退していますが、この件についても真相は明かされていません。1959年に巨人に入団した王にとって、スワローズ時代の金田は手強いライバルであり、巨人時代の金田は心強いチームメイトでした。金田が巨人に移籍してきた1965年は V9 最初のシーズンでした。王を含む巨人の選手たちが金田からプロの野球人としてどうあるべきか、体をどうケアするかという基本を教わったことが大きかったと王は認めています。また金田は体が資本という野球哲学で、キャンプでは自ら食材を調達して金田鍋を作り、王もよく食べていました。そして走り込みの大切さを教わり、王はとにかくよく走りました。この走り込みで持久力がついたことで、王はタイトル争いで重要な夏場の7月から9月に調子を上げることができたことを認めています。王は、今では走り込みは常識ですが、全て金さんが始めたことと敬意を表しています。王は金田から体作りや走り込みで自分に投資することを学び、選手寿命が伸びたことを自負しています。そんな恩人が野球人として晩節を怪我していくのを王は見ていられなかったのかもしれません。だからこそ王は金田の不正を明確には公言していないのでしょう。決死のクーデターはレジェンドによるレジェンドへのリスペクトがもたらしたものだったのでしょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。